まあ、青少女や 2P 側はチーム大阪×井上、先方はコンコン人 VS ジョニオ人。さあまずはコンコン人がガードさせて触りに行くものの、ジョニオ人も差し返していくが同キャラなんでいかんせん。差しどころを間違えると一方的に負けていく。前足出していくな。まずはジョニオダメージ追いついたか、勝利で切り返し。これ勝利、ガードしたところで反撃に対してバスト。ジャーシー先端ポーパンから投げて追撃、ミスってしまうか。もう一回受け身狩り、勝利潰れたか。追撃してまだ生きてる。昇竜で落としていく。まずはコンコン人ランド選手、さあまずはコンコン人先手を取ってダメージ上げていく。少しぐらいの横で全然鬼はさすが足場で届かない。追撃は見せてるがダメージ差開いていく。マレーシーに対して D 勝利で割り込み、こちらも D 勝利、当該表示まだ生きてる。さあ飛び道具引っかかって、まずはコンコン人取っていき、対象戦ライチバーサスハザマ。さあまずはウロボロスで画面内を一体期待しつつチャンスを伺う。反撃をきっちり刈り取るウロボロス、3回から締めて掴んでいくか。これ中断で崩す。再び仕切り直しになると狭間が猛威を振る舞い、カウンター確認からきっちり2回ウロボロス決めて、そのままコンボ持っていく、締めて空中やられを伸ばせない。飛んだのを予測したかのようなこのウロボロス前、ラピキャからさらにダメージを上げて殺しきる。ラウンド1パーフェクト一条狭間。さあなんか暴発のような形だが美味しく入っている。さあしかしここで木村一のコンボスタート。受け取ったのに中段入ってバサッヒットアンドレを繰り返す狭間だ。ウロボロス引っかかって、そっからのコンボ確認がしっかりしてる。留意者も警戒している。足払いのような形で鋭く引っかかるが、ガメ足これは超大決まって、木村一ここは逃したくない。
国志無双だ。しかもガクさあ最終ラウンド、ガー最小で崩してツイグキ決めていく、引きながら打っていく、ここででかいの入ってしまった、バーストでしのいで差し切り直し、きっちり中段も立っていく、一旦2区で遠距離戦に持っていく、が最初は面白いに取る、こちらもバーストだが足払い引っかかったが通撃はミス、しっかり中段立っていく、一旦画面足を離脱、方天神から追撃拾い直して走れたよ、奪うが最初でコマ投げ崩して、さあ次で落とせるか、一旦ここはリバーサーを呼んで警戒、仕切り直しの形、ここでツバメの引っかかるが追撃ミス、高い位置でツバメ引っかかって追撃、まずは大車輪で置き攻め当たってしまう、再び大車輪下段通ってしまい、最後の最後で木村一が取り返してきた、勝利したのはチームアウショーズ。それでは右側行きましょう、チームラグを感じました、グラウ&マスターチーム、対するはチーム白鬼さんが来ましたよ、4人の方前の方までお越しください、じゃんけんでワンピーツーピーのコンバネを決めてください、お願いします、じゃあ先方を僕の方にこっそり教えに来てください、よろしくお願いします、先方バングテイガーになりますね、お願いします、席に座って始めてください、さあ先方がバングテイガーのカードなんで、このあと大将が椿 VS ラグナと、さあなかなか面白い感じになっている、唯一椿での参戦チームグラを、ラグを感じました、グラオ椿ですね、このあと大将に控えるので、まずはマスターバングテイガー相手にきっちり細かく固めて封殺なるんでしょうか、これゆりゆり通して、まずはマスターバング先1ラウンド目パーフェクトな形で取っていきます、さあラウンド2はジャンビー空中ラリーを逃さないテイガーが押していく、しかし受け身からタッチビー切り返していく、飛びを読んでアトミックだがしのいでいく、ドックまでついてかなり危ない状況、テイガーだわ、空対空を逃さない